東京農大の渡辺です。河野さん、このような発表の機会をいただきどうもありがとうございます。ですね、私はまあこのようなタイトルで話させていただきますが、まあ、ネクストジェネレーションシーケンサー NGS は、まあ、今まで普通に使ってきていて、で特に何て言うんですかね、 NGS に特化した研究というわけでもないんですね。で今日お話しする内容は NGS と、まあ、合成生物学、合成生物、まあ、そういったコラボレーションという感じで聞いてもらいたいんですけれども、合成生物っていうのは、まあ、人工的に生命を作って調べるっていう、まあ、新しい学問領域で、生命の原理を知りたいとか、あとは微生物、私微生物が専門なんで、理想的な発酵生産システムを作りたいとかですね、そういった、まあ、学問領域 で、まあ、有名なのはヒトゲノム計画に携わったクレグ・ベンターさん、ベンターさんが酵母を使って、マイコプラズマ のゲノムを、マジっすかこれ、マイコプラズマ のゲノムを全部合成しましたとか、ゲノムの最小化に成功しましたとかって言って、まあ、そういった話がよく新聞をにぎわすんですけれども、それがちょうど2010年なんですね。ですが、まあ、合成生物って新しくその分野を切り開いたのは、まあ、共同研究者でいる板谷先生、今慶応義塾大学なんですが、板谷先生のお仕事が非常に大きいと思います。で、先生がやられたことは、先生って言っちゃいけないんだ、板谷さんがやったことはシアノバクテリアと枯草菌バチルスサチルス のゲノムを全部入れちゃうと、去年ぐらいにペンとパイナポーとアポーと全部うんってやった人たちいましたけども、同じようなノリです。シアノのゲノムと枯草菌のゲノムうんってやったらできましたっていうのが、まあ、シアノバチルスです。でシアノバチルスっていうのは、まあ、まだ普通の枯草菌みたいな面をしていてですね、光合成はしないんですね。でこの論文出た時かなりショッキングだったんですが、これ PNS に出たんですけれども、なんとエディターがクレグ・ベンターだったっていうことで、クレグ・ベンター のレビューとかにもたびたびこの論文は引かれます。で、まあ、このシアノバチルスはその、光合成はしないんですが、この研究で分かったことは、枯草菌がシアノバクテリアのゲノム全部 3.5 メガベースもクローニングできちゃうということ、あとはこれシアノバクテリアのゲノムを1箇所に入れてないんですけども、これどうしてかっていうと、途中までは良かったんだけど途中から入んなくなっちゃったんですね。それはオリとタは複製開始点と複製の終結点の、まあ、位置、ゲノムの対称性が必要だっていうこと、あともう一つシアノバクテリアのゲノム全部っていうふうに言ったんですが、完全に全部じゃなくてリボソーマル、RNA のオペロン、ルルンっていうんですが、ルルンは入れられなかったって、まあ、こういったことが分かったわけです。で、面は枯草菌のままっていうふうに言ってたんですけれども、まあ、顕微鏡で見てみるとちょっと細胞がこう伸びたような感じになっていて、でやっぱりそのシアノバクテリアの培地で光を当てて飼ってみても光合成はしないわけです。じゃあですね、シアノバチルスの中のシアノゲノムっていうのが今現状は、まあ、眠ってるような状態なんじゃないかというふうに考えられるんですね。でそしたら、じゃあシアノバクテリアのゲノムがこうアクチベートされたら何が起こるんだろう、まさか光合成するバチルスができないかというふうに考えるんですけれども、いろんな障壁があって、例えばさっき話したルルンの重要性だったりとか、ゲノムの構造が GCSQ がどうだっていう話を先ほど大林さんがしましたけれども、そういった壁もありますし、何よりそのチラコイド膜が光合成には大事で、そういった膜構造も全然違うわけですね。で我々はまあこういったいろんな障壁はあるんですけども、とりあえず発現させてみようっていうことで、まあ、遺伝子発現の違いに着目して、研究を行いました。で、そもそもそのシアノバチルスはパルスフィールドのゲル電気エイドでのみシアノのゲノムが入ってるっていうのを確認されてて、でそのメガクローニングっていうんですけど、クローニングするときに PCR をまあ多用しているということで、シアノバクテリアのゲノムが正しく枯草菌の中にクローニングされているかっていうことを、調べました。
で、この仕事したのはもう2009年あのゲノムアナライザーの頃なんですけれども、あのそのショートリード型のシーケンサーを使って、シーケンスをすると。で、厄介だったのがそのリファレンスが、決まってた枯草菌のゲノムじゃなかったんですね。だから枯草菌にもいろんな種類があって、168っていうのが標準株なんですけれども、あの RM125 っていう別 の, あの枯草菌を使ってたということで、あの、まあ、デノボでアセンブリして、まあ、コンティグを作ってからつなげ替えるというようなことをして、やりました。で、標準株の168と比べると、まあ、このシアノバチルスじゃなくてこのベスト7003っていうやつなんですけども、あの至る所にまあ変異があったりとか大規模な欠損があるってことが分かりました。まあ、でもこういうような同じような手法を用いてですね、シアノバチルスもあのシーケンスをするとほぼゲノムマップ通りあのちゃんと入ってますよってことが分かって、で、まあ、トランスポゼースにこう挟まれた領域がちょっと飛んでたりとか、あのファージの領域が飛んでたりとか、85箇所なんかちょっとマイナーな変異が入ってたりとか、そういうことがあの分かった、確認できたんですね。で、さっきあの大橋さんが GCSQ の話してましたけども、あの G のと C の偏り、GCSQ 書くとこんな感じで、シアノバクテリアの GCSQ ってその揺らぎがないのでこんなぺったんこだっていう、そういうことがまあ見て取れます。で、ゲノムの配列も決まったし、じゃ あの発現してるかどうかっていうのをちゃんと確認しましょうということで、RNA-seq をやって、発現を見ました。これ縦軸はあの RPKM で、横軸はそれぞれのシアノバチルスの遺伝子の ID の番号です。で、この緑で囲った部分がそのシアノバクテリア あのゲノムの領域なんですけども、ここだけやっぱりあの発現量が低い、まあ、中にはなんかちょっと出てるようなやつもいるんですね、ただまあほとんど発現していないということが分かりました。で、まあ、ゲノムを読んで分かってしまった分かったことというか分かってしまったことなんですけども、あの実はその板谷先生、これクローニングする板谷さんクローニングするときにこうルルンを一緒に組み、ルルンを飛ばしてるんですけども、その時にすぐ隣にあるシグマ A って転写に必要なシグマ因子、主要シグマ因子も一緒に飛ばしちゃってたんです。それじゃあ発現しねえだろうと思って、それでこの発想になるんですけども、じゃあもうあのシグマ因子も入れましょう、RNA ポリメラーゼも全部強制発現させましょうということです。なんで RNA ポリメラーゼも強制発現させるかってことなんですけど、あの枯草菌とあのシアノバクテリアでその RNA ポリメラーゼ のなんだベータプライム あのサブユニットが全然あの大きさが違うんですね。全然似てない、でしかもあの2つ枯草菌1個なんですけど2つに分かれてたりとかしてだいぶ違うということなんで、もう丸ごと全部あの発現させると。そうするとですね、これプレートで見あのの培養の写真なんですけれども、IPTG っていうのであの誘導をかけるんですが、そうすると IPTG 入れると、まあ、ただですらあの結構ヘロヘロな感じで生えてきてるのが全く生えなくなるということです。じゃあまあこれを使ってですね、トランスクリプトンもやりましょうということになって、こう満を持してやったわけですね。でそうするとですね、シアノバクテリア あの遺伝子の領域っていうのがあのものすごくアクチベートされている、いろんな遺伝子がバーッとあの発現しているように見えました。見えたんですが、これ、実はトリックがありまして、 RBKM の比で見てるんですね、で誘導かけてないものとかけたもので比較したもの で実際 あの実数値でやるとこんな感じになってて、上がってはいるんだけど比にしたから上がったように見えただけだったんです、残念ながら。ただですね、まあちょっと発現量を上げるってことはできたんで、さらに上げられないかということを考えています。あともう一つ、これタイムラプス あの画像なんですけども、この辺ちょっと見ててもらえますか。これシアノバチルスなんですけど、ものすごいビヨビヨに伸びてるんですね。これ顕微鏡でこう見てるとこんな感じで増えていくんですけど、これです。あとこれみたいに、あの細胞ごとに何て言うんですかね、こう葉菌っていうんですけど、こう死んじゃうやつと死なないやつみたいなのがいるわけです。で、あのちょっとまあここで一つまとめますと、まあ、シアノバチルスのゲノムのシーケンスをして、それでだからごめんなさい、細胞ごとに RNA ポリメラーゼの発現の影響が異なるんじゃないかということがまあ考えていて、でここでまとめると、そのシアノバチルスのまあゲノムのシーケンスをして、過剰に発現させることで、大規模に誘導することに成功したんですけれども、まあ、まだ
まだ光合成はしないっていうのが現状です。で、すみません。で、シーケンスをして RNA セクをやったと。で、大規模な遺伝子改変を伴うこういう合成生物学っていうのを進める上では、NGS を使ったリシーケンスっていうのが絶対必要です。で、それはクレイグ・ベンターもやっていることで、今後 NGS の需要っていうのが非常に高まるということ。とあとはさらなる発現に向けてですね、シアノバチルスでもっとシアノバクテリアの遺伝子を発現させたらどうなるかっていうことを考えた上で、あと考える上ではその RNA ポリメラーゼの発現の向上だとか、あとは今は転写だけなんで、翻訳もちゃんと知らないといけないということです。でシアノバクテリアの翻訳機構ってそのものがまだよく分かっていないので、そういったところからちゃんと攻めていく必要があります。でこういうようなことをやっていくと、作って調べるシアノバクテリアの転写システムの理解ということが考えられます。でただですね、現時点において枯草菌の中ではシアノの遺伝子は発現しないというのが現状なんです、残念ながら。でもちょっと考えて、発現しなくてもいいじゃんって思ってそういったところを使ってですね、何かできないかってことを考えました。それがだからゲノムベクターとしての利用です。で、シアノの遺伝子が発現しない枯草菌の中でだったらもういろんなゲノム編集が可能だっていうことを考えました。シアノバクテリアって遺伝子の改変結構大変なんです。一つのミュータントを作るのにも1ヶ月とかかかって、でそれを複数入れようとしたらもう1年2年、ザラに飛んじゃうんですね。なので枯草菌の中でわーっと組み替えといてからシアノ2基にドーンと入れてあげる、そういうようなことができたらいいなということを考えました。でじゃあ何入れようかなと、何入れたら面白いかなと思った時に、そのシアノバクテリアはさっき緑色のシアノバクテリアをこう紹介しましたけれども、実はいろんなやつがいて、特に海にはピンクだったりオレンジだったり黄色だったりいろんなのがいるんですね。でこの色っていうのはそのフィコビリソームっていうその色素タンパク複合体で決まってます。でこの中で、こいつこれか、このオレンジ色のシアノバクテリアに着目しました。で、こいつが持ってるのはそのフィコビリソームのクラスターがあって、フィコエリスリンクラスターっていうのがあって、これが25キロなんですね。で25キロを枯草菌の中で、わーっと組み替えてそういうコンストラクトを作るのにもう2週間でパッとできました。でそれをいろいろシアノバクテリアに入れて調べてるんですけれども、そういうふうに入れることによってですね、これ野生株は緑色なんだけども、フィコエリスリンクラスターの一部なんですが、入れたやつはこういう黒っぽい色になって、で色素タンパク質を抽出すると改変株とこういうピンク色なものができる。でさっきも話に出てきた IPTG で色を操作できるようになりまして、こんな感じで止まっちゃった、なんでか分かんないけどうまく動きませんね。ちょっと今分かりました、このあれダメだ。後で個人的にお見せします。それで、色を変わるシアノバクテリア作れましたっていうことも面白いんですけれども、じゃあ、もっといいことをしよう、もっと役に立つことをしよう、お金取れることをしようってことで今やろうとしてるのはシアノバクテリアで農薬を作ろうということで、ストリゴラクトンっていう物質を作ろうということでやってます。ベータカルテンから、できるものなんですけれども、アフリカのスーダンのなんですけれども、これ根気性植物ストライガーっていうのがいまして、これ農業上非常に問題なんですが、これを駆除するのに有効であると。でこういったものを枯草菌のゲノムベクターシステムを使って作っていきましょうということを今チャレンジしているところです。これ社事になります。いろんな学生さんがそのシアノバチルスの魅力に取りつかれてトライしていて、トライしては討ち死にしていくというような傾向が最近続いてますけれども、まだまだ頑張っていきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。